今回乗る東金線は、ローカル線なのに、都会の区間を走ったり、田んぼが多いとこを走ったりなど、いろいろ景色の移り変わりが、面白い路線です。はい、今僕は、ルトー駅東金線車内にいます。これから乗る東金線は、愚明、東金、福田原と進んでいきながら、終点の大網駅まで行く路線となっています。東金線発車。ここから先東金線は大きな左カーブで、山武市市街地を避けながら走っていきます。鳴門駅発車後、しばらくすると総武本線から合流してくる線路があります。この線路は主に1997年まで貨物列車が千葉方面から東金線に直通するための線路として使われていました。ちなみに貨物列車が外房線経由ではない理由は、貨物列車は外房線の土岐大網間の急勾配が登りづらいため、平地を走る総武本線と東金線経由で迂回して新茂原の貨物駅に行くこととなっていたからです。撮影時期が夏のこともあり、一面の田んぼが緑色となっています。しばらくすると佐久田川という川をまたぎ、住宅地が見えてくると間もなく愚明駅です。愚明駅は城西国際大学千葉東金キャンパスの最寄り駅です。ちなみに愚明駅は難読駅としても有名です。この東金線の営業キロ数は 13.8 キロで、関東で他に似たような営業キロ数の路線は埼玉高速鉄道線の営業キロ数 146km があります。愚明駅を発車後、田んぼが増えてきます。次は路線名でもある東金駅です。東金線は主に京浜東北線などで使われていた209系を改造したものを使っていますが、東金駅までは夜時間帯や朝時間帯に数本京葉線の車両が乗り入れてくることがあります。ちなみに昔は72系、103系、113系、201系、211系などが乗り入れていることがありました。田んぼに囲まれながら走行しています。ちなみにこの東金線沿線に田んぼが多い理由は、東金線から東は平地部分が多いのと、南の方から北、比較的暖かい気候の黒潮の影響を受け、米が育ちやすいため田んぼがたくさんあります。間もなく東金駅です。東金駅は現在乗り換え駅ではありませんが、昔は東金駅から九十九里海岸沿いの片貝駅というところまで結ぶ九十九里軌道が伸びていました。実は次の東金駅は東金市の中心駅で、駅前にはマンションやサンピアというショッピングモールがあり、かなり都会な街となっています。東金駅に到着。ちなみにこの東金駅の近くには玉崎神社裏横穴墓群というのがあり、その横穴群からは鉄塔、鉄、矢尻などが出てきたそうです。東金駅を発車。大型ショッピングセンターのサンピアが見えます。ちなみにこの緑のとこは確か九十九里軌道の線路があったとこです。しばらく進むと道路と川をくぐるところが出てきます。実は今の道路のとこから東金九十九里有料道路が伸びており、その有料道路に乗ると一気に九十九里浜まで行けるようになっています。新しい住宅地が見えてくると、間もなく福田原駅です。福田原駅は一つしかホームがなく、反対から来た列車と交換ができない駅となっています。福田原駅を発車してから2分後、謎の砂利が出てきます。実はここは元々の大網駅があった場所です。移設した理由は、外房線が昔の大網駅を利用していた時は、このようにスイッチバックという折り返しをする必要があり、とても手間と時間がかかっていたので、1972年にスイッチバックをしなくてもよい、現在の場所に移設されました。ちなみに、現在の大網公園というとこには、昔 SL を回転させる転車台がありました。間もなく終点の大網駅に着きます。実はこの東金線はとても重要な路線で、もし東金線がなかったら、外房線沿線から鳴門駅に行くときは蘇我、千葉、桜などを迂回していく必要があるので時間がかかりますが、東金線があることでたった20分で鳴門駅まで行くことができます。正面に見えるのは外房線ホームです。大網駅に到着。ちなみに、この大網駅のロータリーは、外房線ホームと東金線ホームに囲まれたとこにあります。ご視聴ありがとうございました。